皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。ですね、あと2週間後ぐらいですかねに迫りました、道東釧路出張ですねに向けて、まあちょっとねせっかくなんでね自転車持っていきますということに今なっておるわけなんですけど、それに関してねちょっと備忘録として、自分なりにちょっとね気をつけておきたいとか、そういう準備をこういうふうにしましょうということに関して、述べてみたいと思います。で、まずはね、車両に関して言うと、ね、ご案内しましたように MP451 の AD ですね。それを基本的にはですね、太平洋側っていうのはあんまり雪が降らないところだそうなので、問題はないと思うんですけども、もしもの時ですね、赤の国立公園だったかな、を走ることになっておりますが、その時にですね、ちょっと雪が残ってるかもしれないので、スパイクタイヤを、持っていくことになっております。で、スパイクタイヤ持っていくのはいいんだけど、走るときどうするのさっていうことになると思うんですけど、サイドバッグをつけたときですね、で、こういう感じで、バッグの上にこう縛り付けてあげれば、昔のね、それこそ日本一周とか世界一周とかやってた人たちはこんな感じでタイヤ持ったりしてましたね。それと同じノリでいければなと思ってます。で、タイヤそのものはそんなに大きいものではないので、こういう感じですね。こういう感じで置いて、簡単に縛り付けてあげて、輪行袋に入れるというふうにしてあげれば、持ち運びも問題はないだろうというふうに思ってます。あとは路面状況さえね、把握できれば、それに合わせたタイヤで、走ればいいなというふうには思っております。で、特にオフロードに行くわけでもないので、そこさえ問題なければ、おそらく車両としては大丈夫でしょう。問題なのは人間の方ですね。ちょっと冬の道東というのに行くのはちょっと私も初めてですので、どれぐらい寒いのかとかね、はっきり言ってわかりません。で、札幌で冬の自転車に乗るっていうのはもうね、何年もやってますので、氷点下、ね、5度とか10度ぐらいに下がった時はこんな感じであるというのは分かっております。でも、路面の状況が明らかに違いますので、ちょっとその辺がわからない。札幌でね、氷点下10度に下がりましたよってなっても、結構路面には雪があって、いわゆるね、マウンテンバイクでオフロードを走るのと同じような感じで走りますので、思いのほか速度が出ません。なので、運動量の割にスピードが出ないとなると、風で体が冷やされることが実はほとんどないので、意外にあったかい。動き始めはもちろん寒いんですけれども、動いてしまうとだいたい5分ぐらいで、特に私の場合は代謝が非常にいい体質ですので、暑くなってしまうということが起こり得ます。ですが、その道東の場合はね、氷点下10度まで下がりました、15度まで下がりましたっていうのが、往々にしてあるところのようですし、で、路面に雪がないとなると、時速20キロとか、30キロとか出ちゃうこともあるわけです。で、そうなってくるとですね、風で相当冷やされますから、どれぐらいまで寒くなるのかが全く読めない。で、どれぐらい、思い切って体を動かせば暑くなるんでしょうけども、その辺が、どの辺でそういうことが起きるのかっていうのを全く読めないというところが、目下の心配です。で、それに対してね、どう対処するかと言いますと、基本的にはね、ゴアテックスのジャケットなんかっていうのは、冬自転車に乗るときは僕はあまり着ないようにしてました。というのはね、やっぱりその汗がかいて蒸れてしまうと、いかにゴアテックスとは言いながらも、濡れる心配のないときはウィンドブレーカーみたいなやつのが蒸れにくいので、そっちでいいやというふうに思ってましたけども、風を完全にシャットアウトするものを1枚。で、いわゆるこうジッパーとか脇にジッパーがついててね、換気のしやすいようなものを、アウターウェアとして1枚用意しておくということは大事なんだろうなと思いました。あとその峠の下りっぽいようなね、ある程度、下り坂が長く続くようなところでは、それに加えてポンチョですね。ポンチョのような風を体にすら当てないような、直接当てないような、そういう装備もあるとちょっといいのかもなと思っておりまして、それもちょっと実験してみたいかなというようなところになってきております。あとはそのね、温かい飲み物をどこで手配するのかとか、寒くなってきた時にやっぱ避難するところっていうのは多分いると思いますから、その辺がどういったところにそういうものがあるかというような、ことに関してもね、事前に、
ルートマップとか、ああいうので確認をしておくべきだろうなというふうに思います。おそらくコンビニエンスストアとか、あの辺がもうね、天国のような感じになるんではないかなと思います。あとね、ちょっと細かいことですけど、作業をするときですね、もし自転車がトラブルに遭っちゃったとかいうときの、作業をするときのために、こう指切りのね、あったか手袋的なものも用意しておかねばなというふうに今思いました。安全運転で頑張っていきたいと思います。